不毛だ。借りなく時。手元に花あるのなら、拙者が草笛で一曲奏でよう。メルジームはフォンテーヌが誇る美しき生命体だ。彼女らとは良い関係を築くと、決して傷つけたりしないように。自身の仕事の価値とフォンテーヌの人々と話すことの意義を認めて、自分の水の味は実に幽怨な趣を持つ。モンドの水は清く澄んでいて、リーウェの水は後味が長く続く。稲妻の水は深みがあり、スメールの水は複雑で、じっくりと舌で味わう必要があるのだ。